こんにちは、皆さん。今日は、えー、っと、日本語でやろうと思います。えっと、前にブログを作ったよっていうビデオを作ったんですが、確かそれ英語だったっていうのと、えっと、僕があの、英語のレッスンをしてるブログをちょっと紹介したくて、えっと、僕今3つブログやってるんですけど、同じ時に初めて。で、そのうち1つは、えっと、Cohase English Lesson っていうやつで、えっと、英語について日本語で書いています。でもあんまり、 思うように、えっと、サブスクライバーズとか、ビューズがあんまり上がらないので、ちょっとここでアナウンスしようかなと思って。まあ僕のこの YouTube のビデオを、えっと、見てくれてる、ね、日本人の人とか、もしくは日本語がわかる人っていうのはそんなにいないかなと思うんですけど、あの、海外の人に比べると。でもまあ、by chance で、まあ、この動画を見つけてくれる人とかいるかなと思うので、うんと、c o e s English Lesson っていうのを やってますっていうアナウンスを表しようと思いました。えっと、一応リンク載っけますが、えっと、この YouTube の僕のこのチャンネルのプロファイルページに行ってもらったところにもあります。この左側のここの方に、MyFacebook ページと three links ンク、リ、uh, ンク to MyBlogs あります。一つは俺のなんか、 ブログみたいな俺のなんかエブリデイライフ、パーソナルスタッフやっててもう一つはランダムジャパニーズレッスンでもこれは思ったのがランダムジャパニーズレッスンはあのここでやってることなんであえてそのブログで書く必要もないなっていうのとブログで書くっていうよりも書くよりもビデオでやった方がなんかプロナンセーションもできるしなんか l more efficient だからあんまりこのジャパニーズレッスンのブログはあんま書いてないんですけど でもやってるのが、イングリシュレッスンは結構書いてます。まあ、公平スブログが一番多いんだけど。まあでも、たまに英語のレッスンもビデオを作ったりするので、まあ、どっちもどっちかなって。同じこと書くかもしれないし、同じことをビデオでいるかもしれないし、別々のことをやるかもしれない。でも今日一つ、えー、っと、この公平スランダム、公演スイングリッシュレッスンから一つ、一番最近今日書いたブログのことを を、えっと、紹介しようと思いますっていうのはコーヒーズなんかみんな例えば日本人だったら、まあ、日本人じゃなくてもかもしれないけどコーヒーっていうのは数えられない名詞不可、えっと、算名詞とかで習うじゃんあのコーヒーズっていう方が数えられないからなんかコーヒーコーヒーコーヒーを数えるときはなんかなんとかカップス、なんか3 cups of coffee とか five cups of coffee って言いますって言うじゃん。でも必ずしもそうじゃないの。coffee s って言うのね。その、例えば。でも、なんか、店とかで聞かれるときは、would you like some coffee って聞かれるけど。でも、例えば、あ、なたがお客さんで、例えば、じゃ。あ、二人で。二人で行くじゃん。そしたら、じゃあ。いや、we'd like to have two coffees。we'd like to have two coffees か。Uh, we want two coffees とかさ。 2コーヒープリー e とかさっていうふうに言います。っていうのはこういうシチュエーション例えばカフェとかレストランとかもしくはまあスーパーとかでもカ缶コーヒーとかさ1杯一杯とかっていうものとして1杯ずつとして提供されているものはもうそのシチュエーションで1杯ずつのコーヒーってことがわかるから2コーヒーズって言えば2コーヒー coffees, two cups of coffee っていうのはわかるこういうシチュエーションではなんか数 coffees って言います three coffees, four coffees, t e n coffees, hundreds coffees だからあ別にこれはコーヒーだけじゃなくて例えば他のもの milk とか milk, water, tea, beer three beers three three waters とか three milks とか言います でも、でも、文法的にはやっぱり正しくないので、文法、あのと特に文章を書いているとき、もしくは、うんと、正しい英語を喋らなきゃいけないときは、えっと、three coffees とか three milks Mil とか three waters とか、その液体、いわゆる数えられない名詞とされているものに数をつけて複数形にするのは間違っているので、だめ、やらないでください。ただ、交互的に、 は、えっと、m i l k とかコーフィースっていうのは使います。っていう、まあ、詳しくはちょっとあのブログに書いたんで見てください。あと、ブログにもう一個書いたのが people、people.people も、えっと、people は一つの名詞として複数形として、例えば、うんと、books みたいな、ね、S がついて複数形っていうものじゃないっていう単語じゃないけど、people だから、people じゃん。 でも一つの単語として、複数のものを指す名詞じゃん。People とか。あとなんだろう今思いつくのは、People しかないけど。だから、People は一つの単語として、複数のもの、複数の人を指すから。うん、と、There is people じゃなくて、There are people じゃん。There are people,There are a lot of people,There is, people, is a lot of people じゃなくて、There are a lot of people. 多分これネイティブの人も間違えると思うんだけど。lot of の後に何が来るかによって、is か、are か変わるんだよね。the lot, lot of の、lot of の後に。来るものが名詞、lot of books だったら、there are lot of books なんだよね。確かそうだったと思う。でもネイティブの人でもたまに、there is a lot of books って書いてる人がいて。まあ、books ばっかりじゃないけど。there is a lot of people とか、there is a lot of。 スイーツとか。確か、バラフの後に来るのが名詞で、複数形だ,だったら、ああっな,なんだけど、まあ、それはちょっと他の今の話とは別で。で、people。このピ people ーーも複数形あります。多分辞書を見ても複数形あると思う、載ってると思うんだけど、people ーー。だから単純に S 出,し S 出して。っていうのは、その people ーーっていうのを、一つの同じグループの人々、例えば日本人とかっていうふうに、 した場合、例えば、じゃあ他の people をカナダ人、じゃあ他のもう他の people をアメリカ人、他の people をフランス人としたら、これで日本人、カナダ人、アメリカ人、フランス人で4 peoples ってなるのね。この時の people は1、1 people が1つのまとまり、1つのグループとしての people。だから、まあ、これもブログで書いたことなんだけど、There are a lot of people on the earth っていうのと、 There are a lot of peoples on the earth. というのはちょっとニュアンスが変わってきて前者は、うん、と地球にはたくさんの人がいます。まあ、これは単純にいっぱいのいいっぱいの人がいるよ。いっぱいの数の人がいるよという意味でこの後者、there are, there are a lot of peoples, peoples on the earth. といった時はときはいろいろな人、いろいろな種類の人、いろいろな 人種の人がいますっていうニュアンスに、まあ、少なくとも俺は聞いたらそういう,うに感じるからそれは例えばモンゴロイドだったりネグロイドだったりコーカソイド、まあ、いわゆる白人とか黒人とか黄色人種とかっていう意味アジア人だったり何々人だったりとかそういうことねだから People's っていうのも学校では普通は People ーーはその単語として複数形の役割を果たしているので ピーポーはピーポーズにはなりませんとかって言うと思うけど、ちょっと進んで考えると、ピーポーもピーポーズって言います。あと、さっきちょっと話戻るけど、例えばコーヒーの話、ウォーレーの話にすると、コーヒーズももう一つのアイディア、別のアイディアとすると、違う種類のコーヒーがするじゃん。例えば、あんまあコーヒー詳しくないから分かんないけど、なんか、ブランドコーヒーとか、キリマンジャルコーヒーとか、ブラジルコーヒーとか、アメリカン アメリカンコーヒーってないって聞いたんだけど、なんかな、何々コーヒーあるじゃん。そういう意味では、違う種類のコーヒー。そういう意味としても、5 coffees って言えるじゃん。言えるの。でも、ここでもやっぱり文法的に正しいとすると、5 different、例えばそれが5種類だったら、5 different kinds of coffee なのね。Or, もしくは、5 different types of coffees。 まあ、まあ、コーヒー。まあ、俺だったらか、kinds って言うけど、type って言うと、types って言うと、なんか、入れ方が違うみたいな感じな気がするけど、kinds って言うとも種類。かなまあ、よくわかんないです。これのちっちゃなニュアンスは、ちょっとネイティブじゃないとわかんないと思うんですけど。だからウォーター、water っていうのも、例えば、じゃあ、水道水があります。天然水があります。んミネラルウォーターがあります。 またどっかのなんか他の種類の水がありますってなったら waters じゃん ?3 d e f i n e t kinds of water なるじゃだそういうだからあれだよねシチュエーションっていうシチュエーションだよね状況によって変わりますだからすべて学校の先生が言ったことを教科書で書いてあることがすべてではないのであのうのみにしないでください。 でもね、このね、不かさ名詞と加算名詞、数えられる名詞と数えられない countable nouns and uncountable nouns っていうのはすごい結構 t r i リッキー、厄介なことだと思うんだけど。っていうのもさ、例えば、マニー、マニーは数えられないって言うじゃん。例えば、How many m o n e y s do you have? じゃなくて、How much money do you have? じゃん。これはなんとなくセンスわかんの。あ、マニーは数えられない。数えられるのはコインスとか、ビ l スだなって。だから、マニー、マニーは、How much? money do you have? じゃん。これは money's って言うとなんか、あ、変だな、気持ち悪いなって思うんだけど、でもさ、clouds, 雲。雲って clouds っていうかあの数えられる名詞じゃん。それはさ、変、俺はなんか確かに、まあ、make sense かなと思うけど、実際もんで数えられないじゃん。あ、ちょっと今日雲172個あるなとか思わないでしょ。 それはちょっとピンとこないなぁと思って、だから、この数えられる名詞、数えられない名詞っていうのはちょっと日本語のセンスと英語のセンスとはちょっと違うなぁと思うので、まあ、それは面白い違いなんですけど、まあ、そういうことです。あー、もう11分になっちゃった。ごめんなさい。長くなっちゃった。<laughs> まあとにかく、えっと、英語の Coyous English, English Lesson っていうのがあるよっていうのとこんな感じでえと書いてますっていう。 ぜひ、えー、と気になったら見てください。えー、と今のところけんと、ね、ポスト何個ポストあるんだっけなああ、ごめんね10 10。10個ぐらいポストあるのかな、うん、?8 個だ。8個ポストあって771ページビューあってはい、ぜひ皆さんも、えー、と Google アカウント持ってたらサブスクライブしてください。持ってなくてもフ,のフェイブレッド。 あのお気に入りに入れてください、えっと。もしなんかこれについて話してとか書いてとかってあったら、まあ、YouTube でもブログにでも書いたりして取り上げるかもしれないんで、どしどしこちらにご応募してください。ペロペロあ、ローラン。<laughs> If you know her.Anyways. んーとね。うーんーとね。そう、なんか言おうとしたんだけど忘れちゃった。 コーエス・インレッスン。ま、そこです。はい、じゃあ、うんと、Thanks for watching。どうも、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。